オーストラリア肉アリのネストスウーミングメディアを再生するフィンランドのハール結婚飛行とは多くのアリ類、白アリ類、ハチ類の種において重要な繁殖の段階である。飛行中、未交尾の女王はオスと交尾し着陸後に新たなコロニーを作ったりミツバチの場合にはすでにあるコロニーの継承を行ったりする。結婚飛行に向けて 準備を行う紡ぎアリの仲間のオス成熟したアリのコロニーでは、羽の生えた未交尾の女王とオスが季節的に生産される。無精卵はオスになる。有精卵は通常、羽を持たない不妊の働きアリになるが、幼虫の時期に特別な餌を与えられたものは女王となる。若い女王とオスは結婚飛行に適したコンディションになるまでは彼らの親コロニーに滞在する。 雨は飛翔性昆虫に破滅的な影響を及ぼすため、結婚飛行は天候の良い日に行われる。多くの場合、同士間の異なるコロニーにおいては、環境要因により結婚飛行の時期を同期し、異なる巣のオスと女王とが交尾できるようにすることによって、近親交配を避けている。この飛行時期の同期は、多数のコロニーの個体が同時に結婚飛行を行うことで、 捕食社会費にも役立っている。一般的に、まず未交尾の女王と、オスは異形交配を確保するために分散する。次に、女王はフェロモンを発して、オスを誘引する。しかしながら、女王はしばしばオスから逃れるようにし、最も早く最も適したオスのみと交尾を行う。交尾は飛翔中に行われる。一匹の女王は、通常、複数のオスと交尾する。 生死は女王の腹部にある受精能と呼ばれる特殊な臓器に保存され、女王の生存期間中温存される。その期間は長くて20年に及ぶこともあり、その間に何千万もの卵の受精に用いることができる。新たなコロニーを掘り始める若い女王オスは女王に受精をするという単一の目的のために進化したと言える。オスのミツバチは素早く、 暴力的な交尾の間、オスは、文字通り、そのうち世紀を女王の交接納の中に爆発させ、すぐに死ぬ。若い交尾した女王は着地し、アリの場合は羽を落とす。そして、彼らは、新しいコロニーを見つけようとする。この詳細は種によって異なるが、コロニーの第一チャンバーの掘削とその後の産卵が、典型的である。女王アはこの時点から卵を産み続け、 孵化した幼虫はもっぱらワーカー、働きアリになる。女王は通常第一子を単独で保育する。最初のワーカーが出現した後、コロニーにおける女王アリの役割は通常排他的な産卵になる。若い女王はコロニー形成の失敗率が非常に高い。生きている間、非常に大きなアリのコロニーは何百万もの処女王女を送り出すことができる。 ある地域のありのコロニーの総数が一定であると仮定すると平均してこれらの女王のうち一つだけが成功する。残りは捕食者、環境上の危険、あるいは様々な段階での最初の子育ての失敗によって破壊される。このような厳密な選択によって女王は自分の遺伝子を次の世代に伝えるために非常に適していると同時に非常に幸運でなければならない。 すべてのアリが上実の基本的パターンを取るわけではなく、例えば、軍隊アリの場合、オスの実が羽を持つ。オスは、親コロニーを飛び立ち、未交尾の女王の待つ、他のコロニーを探して飛び立つ。古い女王及び一匹以上の若い女王がつが外になったコロニーが分裂し、それぞれの成功した女王が、ワーカーの分け前を得る。この行動の理由は、兵隊アリには、 物理的な巣がないという事実にある。女王たちは彼らを保護するために、働きアリたちに絶対的に依存する。ヒアリのような複数の女王アリを有するコロニーを持つ、種にも別の変異が見られる。オスと交尾した女王アリは、しばしば親コロニーに戻って、そこに泊まる。このプロセスは女王アリの成功率を大幅に高め、非常に大きなコロニー。 または協力コロニーのネットワークの形成を可能にする。コロニーはまた、もはや一人の女王の継続的な健康に依存していないので、本質的に不死になる。これにより、ヒアリのコロニーは周囲に定着し、生態系の中で支配的な位置を占めるようになる。しかし、その代償は、近親交配であり、その結果適応性が失われる。その結果、環境が変化したり、 新しい捕食者や寄生者が侵入したりすると、個体群は突然崩壊する。フライングアントデートは、女王アリが、巣から浮かして初飛行をする日の俗称である。ほとんどの種では、オスアリもそれに沿って飛ぶが、小型で目立たない。女王アリは、非常に長い距離を飛ぶものもあれば、数メートルしか飛ばないものもあるが、交尾して地上に降り、そこで羽を失い、新たなアリのコロニーを作ろうとする。 飛翔する昆虫の群れは、しばしば鳥のような捕食者の注目を集め、餌となるのを目にすることが多い。この現象は、局地的な気象条件が適切な時に、多くのコロニーで同時に起こる。これは、捕食の効果を減少させ、異なるコロニーの女王とオスが出会い、交配する機会を確保するために見えるが、単純に、気温、湿度、風速、季節に対する、 一般的な反応である。2009年10月、南アフリカで開催された ICC チャンピオンズトロフィー期間中、クリケットの試合で、アリの群れがイニングとイニングの間のプレーを一時、中断した。試合は、オーストラリア対イングランドの準決勝と、それに続く、オーストラリア対ニュージーランドの決勝だった。ありがとうございます。